What's up YouTube? どうも、ソージミュージックです。はい、ということで本日はですね AJ3 のブラックセメントの発売日でございます。っていうのでね、まあ、昨日はあのシュプリームのね、あの前日の並びで、あのビリとかが並んでたと思うんですけども、今日はですね、僕はあの朝から、AJ3 の方に並びに行ってきます。でね、まあ、黄昏に来てるんですけども、あの黄昏のね、スタッフのかっちゃんと、一緒に今回は並びに行くということで、黄昏に来ております。今日はですね、ちょっとアンディの方に並びに行きたいなと思いますので、早速行ってきましょう。はい、ということで、黄昏のかっちゃん。おはようございます。ということでコーヒーをね飲みながらアンディに向かいましょう。まあまああったかいんでね、今日まだシュプ並んでるメンバーもまだ楽なんじゃないかなと。まあでも1日並んでたらねしんどいのはしんどいと思うんですけど、中でも絶対寒いっすよね。ねー、僕らはちょっと今からアンディの方に向かいましょう。まったりとコーヒー飲みながら行きましょう。まあまあ数が多いとの噂なので、まあ、ゲットできると信じてアンディの抽選行ってきます。行ってきます。シュプはもう戦闘グループが入ってる、戦闘グループがいるのか。シュプは今店の前で戦闘グループが並んでました。これから店に入るっていう感じですね。でアンディの方も並んでますね。 AJ3 の方も結構人が並んでます。結構います。想像以上に結構います。100人もは多分いない。店舗もねあるんで、各地宿やら。人増えてきたっすね。多いですね。100から200の間ぐらいですかね。ぐらい多いでしょうね。ID チェックと、あとはアンディのねインスタのアカウントをフォローしてるかっていうチェックが始まります。抽選が始まりましたよ。右で引きますか、左で引きますか。いやまあ、ちょっと今日は右で利き手を使って行こうかなと思っております。じゃあ僕も右で行きます。ってなったら日本のルーツ、微妙、微妙、何これ。68です。68、微妙。まあちょっと待ちましょうか。待ちましょうか。はい、100万以降の整理券をお持ちの方、再整列をお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、結果。すいません、変えちゃいました。僕はどうでした。なかったです。僕の前でナインハーフがなくなりました。まあアトモスのウェブ抽選、事前抽選の方をね、申し込んでるので、まあ、それが当たればというところですね。いや本当に当たることを願うばかりですね。当たりっす。はい、こちら、ホリエ、ホリエ支部大阪なんで堀江しかないんですけど堀江本店でございますが、僕らのグループが2グループ目の、はい、僕が39番で僕が48番です。ただ実質、48人に1組らしいので、僕は2部グループ目のケツです。そうですね、いっちゃケツです。なのでまあ僕ら90番目ぐらいですね。ぐらい100いかないぐらい、100、はい、ぐらいなんですけども、はい、始まったの実は8時半から。そうね、早かったよね。早かった、はい、けど もやっと僕らの次やっと僕らがお店に入る前の準備、
そう、何やったっけ、お店の前まで行ける権利を、行ける権利をもらうんですが、多分12時にやっと向こうに行けるから、店入れんと多分12時半。そうだね。だから商品もね、さほど残ってないというような状況で、まだ100行ってないのにやね。なんかもう30番目ぐらいからもうポツポツアウターはないと、嫌な情報がちらほらとあったので、ちょっと今若干、いやかなりテンション下がってます。下がるよね。そんな中風もめちゃくちゃ吹いてるんです。はい、ごっつ寒い。暑い。さっきまで、ビビはあれ何やったっけ、寝袋。僕はあのボードのウェアを着て過ごしていたんですが、もうそろそろお店に入るということで着替えました。はい、結構ねサイズ掛けがもう90番台ではあるみたいです。欲しいのあるかなってことで、また後です。はい、ということでリムさんがですね、シュプリームのもう会計が終わったみたいなので、ちょっと黄昏に行ってたんですけども、ちょっとそっちの方に向かいたいなと思います。まあ、AJ3 に関してはですね、あのナイキドットコムの方でもう販売、出てるみたいなので、だそっちの方で買おうか、まあ、あとはアトモスのねその事前抽選が、あるので、まあ、それの結果がちょっとわからないんですけども、まあ、それ次第で、まあ、どっちかで買おうかなと思います。というのでちょっとリグさんと合流してきます。はい、はい、ということでですね、並びお互いですね終わりまして、お疲れ様でした。お疲れ様でした。特にね、今カメラがね、タイガーマスク K さんが持ってくれてる。ここは出てないので別に佐々木 K ですけど大丈夫ですよ。あ、ドイツ人物ですか。違います。違います。あれは実の、まあ、設定としてタイガーマスク、いや違う、設定じゃないです。機能のあのスカルとかいうやつは何なんですか。あれどこ行ったんですか。分かんない。あれ途中で多分切れてると思うんですけど、親戚流れで言うと、はい、佐々木圭介がいて、はい、でタイガーマスク K がいて、でまだ上がってないと思うんですけど、僕たちある、ね、撮影に行かせてもらったんですけど、その時タイガースに変わるんですよ、はいはい、で昨日はスカルマスク圭介って言ってましたけど、スカルマスク K なんで、はいはい、佐々木圭介ってことですか。違います。あれなんか聞こえてんけど、うん、あのスカルマスク圭介みたいな言い方して、違う違う違う、ちょっと後で入れといてほしいぐらいに。あ、みんな多分その自分で言ってた、言ってました、ね、そこじゃない。重要なのはあなたたちは今日シュプリームの、はい、2018SS に、そうですね、行ってきたんでしょ。まあ、ちょっとね、ディグさんはちょっとこの後予定があるのでもう先に帰ったんですけども、はい、まあ、ビビとノブと、ケースケと、はい、リグさん4人でね、はい、まあ、前日から並びに行ってて、でそれと逆に、はい、同時にね、エアジョーダン大丈夫ですか。AJ3 ですね。AJ3 のブラックセメントを、例えばのカッちゃんとそうソースと2人でね並びに行ってね、なんですけども、まあ、まずシュプーどうでした。どうぞ。狙ってたものは買えました。狙ってたものは正直、買えませんでした。あ、ほんまに。僕らいつも知っての通り、ウィッシュリストを互いに見せ合って、ね、これ欲しいなとかっていうのを言って買うんですけども、僕らが実際並んだのは、並んだ順番が、2グループ目の、リグさんが9番、はあはあ、なのでだいたい50何番ぐらい。で、ノブが17番なので、まあ、60から70番ぐらい、はい、で僕が、39番なので、まあ、80番から90番で、ケイスケが48番ですね。なので、まあ、90から、まあ、100番の間ぐらいの間で言ってますけど、2グループ目のさっきも言ってたと思いますけど、2グループ目のいっちゃんケツ実質3グループ最初に並ぶときに俺1番取るか2グループ目の1番ケースみたいな感じで言ってて、そしたら2グループ目のケツケース1番ケツ1番ケツ、結果的に1番取りましたよね。練習もめっちゃしたんですけど、そうなんかいもよっしゃ1番でもずっと俺突っ込んでてんけど、まず iPad
もうね、今は。あー、なるほど、ね、普通の抽選じゃなくて、iPad を押して番号が出るっていうね。その時のモノマネも、ってやんねんけど、スニーカーやな。その前から、まずチップやん。チップ渡されるタイプやったんですよ。しかも、じゃなくて、セキュリティの方が渡していくよ。そうね。そうそうそう。だから、結局、運は自分じゃなく、まあ、何か。まあ人にね、もう委ねてしまってる状態からね。自分の運はもう一番最初に並んだ場所っていうのと、あとやっぱこう運悪いやつと言ってたんかなって思っちゃうのが、今ずっとカメラ回してるけどノブ一切映ってないから。ごめん、一切映ってないから。映してないやん。こいつあえてやん。おい。映してないやん。声だけやからごめんごめん。え、映したい、映りたい？せっかくやんなんか見た感じはなんか総集りやもんね。ん、うん、ちょっと、うん、若干こっち傾いてるね。分かった、戻すやん。はい、はい、やっと打つね。まあでもね、うん、そう、それで、やっぱりそのメインっていうか目玉と言われるもの、はいはいはい、よく皆さんがまあプレールよく皆さんが注目してる商品というのが、今年は多分、スカルパーカー、スカル系だよね、スカルグラフィックの。ありましたね。で、次が、あのファー。あー、ファーコート。ファー、そう、ファージャケット。ファージャケットか。あれはね、まあ、フェンディの、まあ、サンプリング、まあ、そうなんですね、と言われてる。まあ、これはあくまでインスタの情報なんですけども。って言われてるのが、もう僕はどうしても欲しかったんですけど、やっぱ1組目にならない。まあね、あの辺はね、特に全然届かないかったですね。何？ちょっと寄ってるやろ。何？ちょっとどんどん寄りつつあるやろ。ごめん、どんどんってか、叫んな、叫んな。最初から俺が移動することに叫んな。分かったよ、ごめんごめん。じゃあね、まあ一番出たいからな、彼が。うわ、めっちゃ邪魔したい。停電。シンプルに手が邪魔。A じゃない。あ、ごめんごめん。うん、で、まあそんな感じでした。なるほど。まあでも実際買えなかったわけじゃなくて、やっぱ商品めっちゃ多いので、うん、ここで、それ以外でも、まあ、いいな、可愛いなと思ったものは全然買えてた。うん、みんなで並べてよかったんじゃないかなとは。なるほど。はい。どうしよう。俺はですね、アンディの方に並びに行ってたんですけども、大体200人ぐらいの方が並んでたんですけども、 AJ3 とあとはベイクとコラボの、アディダス、どっちかというと人気はもうベイプ、ベイプ側の方が人気だったんですよ。で AJ3 の方はそんなに人気なかったんですけども、で僕が引いたのが134番。絶望やん。無理やなこれって思って、まあ、ただでも AJ3 の数が多いっていうのも聞いてたし、そのエイプとのコラボを買う人も多いやろっていうのでちょっとおったんですよ。うんうん、ちょっと待ってた、待ってた。じゃあまあある程度のところまで全然いけたんや。途中でエイプコラボ完売ですってなった瞬間、ごっそり抜けて、かっちゃんが確か60番台ぐらいで、僕は130番台です。結構近畿まで近くまで行ったんですよ。あ、これいけんちゃうかな AJ3 と思ったんですけど、上がんかったと。なるほど。で、まあその後なんですけども、まあ全国的に数が多いということで、スニーカーズ全然余ってます。そうやな、オンラインダダ余りですので、普通に買えます。7番でよかったやんって話ですけどね。そう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 。まあ並ぶの楽しいからね。何が起こるか分からんからね。せやね。しかもどれぐらいの球数なのかも分からんしね。そうそう、いかんと分からないんで、まあそれはそれで、いけてよかった。ちょっと前、1個前の、あー、フリースローライン、あれか、うん、あれはめっちゃ高かった。そうそう、プレネが 4,5 万ついてるっていう。そうそうそう、で 4,5 万もついて、で跳ねてるから今回のも分からんやん。せやね。あれが出ての次やから、どんだけあるか分からんし。まあ、僕はもうそっちが欲しかったので行ったんですけども、まあ変えてないのが逆に少ないぐらいっていう。超絶も悪い。スニーカー YouTuber やな。スニーカー YouTuber 不純クソ悪い。大本命のとこ行かれへん。で、いろんな人から LINE 来ました。なんでって。いや、お前ら間違いない。なん
なんでそこ外すっていうのを言われたぐらいなんですけど、まあ、それはそれで、ね、まだオンラインでね、買いますので、また後日動画で紹介します。今見てもあるから、ね、全然残ってるから夕方5時現在では余ってました。全然残ってます。また行きましょう。また行こう。はい、はいはい。まあまあ、お互いね、お互いっていうか、まあ、祝組来期組に関しては、まあ、それぞれのインスタのアカウントで買ったものっていうのは上がってくると思いますので、はい、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、動画説明欄の方にですね、みんなのリンク貼っておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ祝も並びにいいのがあれば、ね、じゃあ今日あれもないの、僕何の収穫もないですよ何しに来たんや。わかんない。動画ってリンク、はい、ソースに何プレゼント。え、マジで、ちょっとちっちゃいからやるな。いや、前ね、キーホルダーなくしたっていうのを聞いてて、はい、はい、それで、だからお前、電話来て収穫ない言うてたから、つけときやお返しやな、椅子届けてくれたから。正解、ありがとうございます。うん、ありがとうね。おかげで俺はぐっすり寝れたよ。いや、ほんまにめっちゃ、そうし、じゃあ俺も使ってたカイロ。使ってたカイロいるか。俺の使ってたカイロ。使ってまだあったかいな。いらんわ。俺の使ってたカイロ。ということでよろしいですか。いいよ。はい。ではでは、また次回動画でお会いいたしましょう。See you later。バイ。バイ。って言って締めたいねんけど、右後ろをご覧ください。お。そうです。どうも。いや、もう、さんからお願いします。おおはい、ということで、また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。バイバイ。3.26 any air max on your feet, get the air, get the max, show me what you got, air max.